どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、昨日紹介させていただいた、こちら ANA、東急クラブ級 ANA カードですね。まあ、こちらと、こちらですね。ANA ワイドゴールドカード。まあ、この2つのね、年会してない、還元額がね、下がりますということで、昨日ね、紹介させていただいたわけですけども、まあ、その、年会費、還元額自体が下がるのが2021年の2月以降ということで、まあ還元額がね、まあ一緒になりますよっていうことで紹介させていただいたんですけども、じゃあ実際にですね、このまだだいぶ先の話なんですけど、この年会費、マイペースリボと、ウェブ明細と、手数料ある支払いでこちら年会費が751円まで下げれる、この ANA 東急クラブ級カード、しかもこちらのカードはソラチカルートがね閉鎖された、まあ今東急ルートと呼ばれている新しいルートでね必須となっているクレジットカードなんですけども、まあこちらはね 1.35% がねまあ最大の還元額ということで、じゃあその 1.35 をね、どうやって叩き出していくかっていうのをね、本日はね、紹介していきたいと思います。で、この2つなんですけども、まあ両方ともね、1.35% にはなるんですけども、まず、この 1.35% っていうのは、まず理解しておいていただきたいのは、まあ両方とも、三井住友カードのクレジットカードということで、ワールドプレゼントっていうポイントが、まあ、両方ともね、溜まっていくんですけども、まあ、昨日も言った通り、移行手数料が、まあ、年間6000円かかりますんで、交換されるのは、有効期限がね、差し迫ったら、まあ、交換するみたいな感じで、毎年やってるとね、毎年6000円かかっちゃうんで、確か6000円だったと思うんですけども、まあ、おすすめしますということで、まあ、ワールドプレゼントのポイント、まあ、三井住友カードのポイントなんですけども、普通のポイントありますよね、まあ、ワールドプレゼントの普通のポイント、まあ、三井住友カードのポイント、普通のポイントがあって、もう一個ボーナスポイントっていうのがあるんですよね。これがね厄介なんですよ厄介っていうか、本来貯まるポイントとこれボーナスポイントっていうのはね別なんですよね、この三井住友カードの中では。で、普通のポイントはまあいいんですよ。このボーナスポイントっていうのが、通常にマイルに交換しちゃうと 3%、まあ3マイルなんですよね。1ポイント3マイルで交換できる。ですけども、まあ今から紹介するルートを組むと 0.5% 還元率を上げることができるんですよね。で、じゃあこのボーナスポイントっていうのは何で溜まっていくかっていう話なんですけども、まあ、先日紹介した、三井住友カードの年会費を割引受ける方法紹介しましたよね。マイペースリウェブ明細登録、マイペースリボの、登録プラス、手数料のある支払いをすると、年会費の割引がね、年に1回やるだけで割引は受けられますっていう話をしましたけども、まあそれで手数料ある支払いしましたよね。あれをやるとですね、まあ実はっていうわけじゃないんですけども、まあ結構これもね、有名な話なんで、知ってる方多いと思うんですけども、通常のポイント、まあそれが10ポイントもらったとしますよね。それを、そのマイペースリボと手数料のある支払いをすることによって、ボーナスポイントっていう形で、まあポイントがね、倍になるんですよね。っていう制度が三井住友カードにあるんですよね。で、この制度を利用すると、こっちでもですね、還元額が下がった後も 1.35% を誇れるっていう、まず第一の手順なんですよね。で、もう一つね、手順がありまして、そのボーナスポイントを普通に交換すると3マイルって言いましたよね。で、それをあと 0.5% 上げるには、2つクレジットカードがいります。2つクレジットカード。で、まず一ついるのが、こちら。JQ カード、セゾンカード。こちらよくね、見といてもらって、結構ね、種類があるカードなんで、JQ カード、セゾンカード。まあ、これを持っていると、JR キューポっていうね、ポイントから、セゾンのね、永久不滅ポイントに交換することができます。で、もう一個必要で、このセゾンの永久不滅ポイントから、ANA マイルに交換する場合に、みずほマイレージクラブ ANA カード。
ちょ、残念ながらですね、私もまだ持ってないんですよね。うん、申し訳ないです。ちょっと額面をね、まあ、写真で出しておきますけども、まあ、そちらが必要。で、ポイントルートいきますね。ボーナスポイント、ワールドプレゼントから G ポイントに交換して、JR キューポに交換して、永久不滅ポイントに交換して、ANA マイル。っていうルートを組むと 1.35% が実現できます。まあ、まあ、どっちでもね、このルートを利用しないと、1.35% の、還元額には乗れないんですけども、2つのクレジットカードが必要で、で、多分ね、このルートも多分結構交換完了まで時間かかると思うんですよね。ワールドプレゼントと G ポイントが入ってる時点で、あ、なんかちょっと時間かかりそうだなっていう感じなんですけども、ちょっと私もまだ実際には交換ルートをね、やってないんで、どのぐらいかかるかちょっとわかんないんですけども、でもまあ、多分1ヶ月ぐらいは、1ヶ月ぐらいか、もしくはもうちょっとかかるんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。まあでも、今紹介したルート、クレジットカード2ついります。で、1.3% から 1.35%。うん。ってところですよね。まあ結構マニアックな話ですけども、だからまあ 0.5% を上げるか上げないかっていう話なんですけども、まあここまでやるかどうかはもう本当にね、人によって考え方違うと思いますんで、もちろんどうしてもお得に交換したいっていう場合はもちろんやった方がいいと思いますし、いやそこまでやる必要ないよっていう方は、まあ 0.5% しか変わんないんで、まあ手法としてね、一応覚えておいていただけたらなと思います。ですけども、まあ今日今言ったね、まあ私が今持ってるカードこの3枚のカードしかないですけども、あともう一つね、いりま、ありますよね。ANA、みずほマイレージクラブ ANA カード。まあこのクレジットカードを、まあわざわざ持って、で、ポイントまでね、たくさん交換して、一ヶ月以上かけてね、0.5% 上乗せするぐらいだったらね、まあ、こちらの、まあ、リボ払いだけ。リボ払い、ウェブ明細、手数料のある支払いの、金利を発生させる。それで 1.3% で行くか。もしくは、もう全部やめてね。SP はじめ。毎度恒例の SPG アメックス。何もしなくても 1.25%。ってなりますよね。ですんで、まあ、ここら辺はね、本当に人によって考え方全部変わると思いますんで、まあ、自分のね、考え方に沿ってね、まあ、やられてみたらいかがかなって思います。まあ、私自身の話をすると、まあ、昨日もね、動画で言いましたけども、ANA のね、私 SFC 持ってるんで、ちょっと今ダウングレードを検討していて、まあ多分ほぼほぼダウングレードするんじゃないかなって個人的には思うんですけども、まあでもメインカードじゃあどれにするかってなった時に、やはりまあ SPG アメックスっていう感じかなっていうところですかね。まあ SPG アメックス使えないところは、そのダウングレードした ANA スーパーフライヤーズを使っていこうかなって、まあ今は思ってるんですけども、もしかしたら、まあこちらね、なんつってもマスターカードなんで、まあビザとね、同じぐらいね、使えるところは多いクレジットカードで、まあ基本的に使えないってことはね、海外でも少ないんじゃないかなって、まあ思いますんで、まあどっちかなっていう感じですよね。まあこの話も全部2021年の2月以降の話なんで、まあだいぶ先ですけどもね。まあ今回はね、この2枚のね、クレジットカードが、還元額下がった後に実際に 1.35% をどうやって叩き出すかっていう話をさせていただきました。まあちょっとね、いろんな考え方あっていいと思いますんで、まあやる、やらない。うん。そんなめんどくさいことやらないっていう人もいれば、うん。いや、できるだけ交換お得にしたいっていう人もね、もちろんいると思いますし、まあそれだけでね、0.5% 変わりますんで、まあ ANA マイルをたくさん貯めるって意味ではね、もちろんやった方がいいんですけども、まあ、手間なのは手間なんですよね。まあそこはもう、やりたい人はやってっていう感じで、やらない人はやらないっていうね。全然いいと思います。
いかがだったでしょうか。今回は実際に、1.35% のね、還元額を出す、方法をね、紹介させていただきました。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもね、やっておりますんで、フォローとチェックしていただければなと思います。で、ツイッターでですね、結構私の私生活とかもね、つぶやいたりしていますし、ポイントサイトの案件とかもね、ちょっと、ちゃちゃっと、つぶやいたりもしていますので、まあ、もしよかったらね、チェックとフォローですね、ぜひしていただけたらなと思います。で、私のこの、動画のチャンネルではですね、ANA マイル、ANA マイルを貯める方法で、ポイントサイトがね、実際に、ポイント交換についての案件なんかも最近紹介させていただいたりしてまして、他にはですね、マリオットボンボイのホテルレビュー、飛行機の搭乗レビュー、あとクレジットカードお得情報、あと私の大好きな街のね、ニューヨークの紹介なんかも、動画出させていただいておりますんで、もしよかったらね、フォローとチェックじゃなくて、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。